忍者ガイデンブラック。前作忍者ガイデンをあらゆる面でパワーアップ。2005年9月に満を持して発売されたアクションゲームの最高峰との呼び声も高いタイトルである。そしてこの4本のテープ、ここに忍者ガイデンブラックを舞台にしたある男の壮絶なチャレンジが記録されている。いや大変だったね。前あの忍者ガイデンやったんだけど、あれも難しかったんだけど、今回のブラックのマスター忍者モードはもう段違いで難しくて、なんかクリアさせる気がないんじゃないのみたいな。マスター忍者、それは今作に新しく搭載された難易度ランクの名である。そしてこのマスター忍者こそ制作者の板垣氏自らが常軌を逸しているとまで語り、そのあまりの難しさにユーザーを震撼させた超絶高難易度ランクなのだ。そんなマスター忍者モードを昨年東京ゲームショーで開催された忍者ガイデンマスター忍者トーナメントワールドチャンピオンシップ世界第3位のマリオが見逃すはずがなかった。世界のマリオスーパープレイ、忍者ガイデンブラックマスター忍者制覇への道。いやいやマリオさん久しぶりですね。どうも。いやもうほぼ1年ぶりの忍者ですよ。そうだね。いや今回マスター忍者モードっていうモードをチャレンジしてもらったじゃないですか、うん、でこれ結構周りから難しいって聞くんですけど、うん、ぶっちゃけどうなんですかね。マリオさん前回世界第3位だったじゃないですか、うん、まあ、だから結構簡単だったんじゃないですかね。俺がやっても、うん、ほとんどクリアできないからマジで。最初のセーブポイント行くのもきついし、なんか開始10秒で死んだり、なんか3発で死んだり、即死コンボ食らったり、マジやってて切れる。じゃあ結構あれじゃないですか、一般の人とかやったらもうクリアとかってできるんですかね。とかマスター忍者モード出すのにその前にそのノーマルモードの次にハードモードやって、ハードモードやった後にベリーハードやって、ベリーハードクリアしてやっとマスター忍者が出るんだ。まずそこまでいかない。じゃあもうハードぐらいで挫折しちゃう感じですかね。そうだね。だマスター忍者をやってること自体がもう変態で、それをクリアするのはもっと変態。でもそれは丸さんはクリア一応できるんですよね。だから変態だったじゃあそれではその用意してもらったテープ、はい、はい、すいません、よろしくお願いします。マリオがチャレンジの舞台に選んだのは、これもブラックの新要素、ミッションモード。全10章、各5ステージの計50ミッションで構成され、モンスターやボスとのバトルに特化したこのモードこそ、まさにアクションゲーマーとしての腕が真正面から問われる今回のチャレンジに格好の場なのだ。そしてこのように紫の区内が刺さった状態が超絶難易度マスター忍者クリアの証。マリオが目指すのはこの区内で50のミッション全てを埋め尽くすマスター忍者完全制覇だ。ミッション4、忍者軍団100人とのマラソンバトル。回復アイテムがない上に増強とは思えない強さの忍者たちが100人の団体で襲いかかってくる恐ろしいミッションだが、敵の攻撃をしのぎまくり、さらには絶技を縦横無尽に駆使して次々に忍者を撃破していくマリオ。4分かからず半分を倒す。そして7分足らずで100対1を難なくクリア。強敵
ドーク重機卿を撃破するミッション。ドークも手強い敵ではあるが、このミッションでドーク以上に強力なのが護衛の魔人ナイトメアだ。ボス級と言ってもいい強さのナイトメアだが、この時悪いことにマリオは壁際に押しやられ、視点が見づらい場所に釘付けになってしまう。しかし構わず戦闘続行、動きが見えないにもかかわらず猛攻をしのぎ戦い続ける。そのまま見事にナイトメア撃破。続くドークを危なげなく倒し、ミッションクリア。ミッション23は戦車が相手。このミッションでマリオは安全地帯を発見する。まず壁走りで戦車の裏側へ、次に爆裂矢を入手。そしてこの建物際で矢を放っていると戦車の射撃が当たらないのだ。あとは出現する雑魚敵をあしらいつつ矢を放つ。以上、簡単にクリア。ミッション26、覚醒アルマ。覚醒アルマは強力な攻撃を速射連発してくる上に絶大な回避能力を併せ持ち、こちらの攻撃がまるで当たらないという理不尽なほどの超強敵。マスター忍者ランクのアルマにサシモのマリオも大苦戦。だが、さすがにワールドクラスの実力者である。戦ううちにコツをつかみ始め、嵐のような遠距離攻撃を鬼の回避で避けまくる。そして、ほとんど唯一の攻撃チャンスである着地の瞬間、対アルマ用に編み出したコンボを叩き込むことに活路を見出す。雑魚敵の攻撃もあり、依然として気の抜けない戦い。限られた回復アイテムを使用しつつ集中して戦う。一瞬の隙を見逃さず反撃に転じてくるアルマ。一進一退の攻防が続く。熾烈な攻撃の前に回復アイテムを使い果たすマリオ。ついに激闘決着。覚醒アルマ撃破。ドッペルゲンガー2体と同時に戦うミッション35。ここでマリオは再び安全地帯を発見する。この柱の間を登り切った頂上、ここでガードしているとなんと敵の攻撃が一切当たらないのだ。そのためこの場所で徐々に体力が回復する安らぎの腕輪を装備。そのままガードしていると体力を安全に回復させることができる。これでもし回復薬がない時に追い込まれても確実に回復できる。
時間はかかるもののミッションクリアが手堅くなるのだ。さすがにベテランゲーマーマリオ、力の抜き方も絶妙。ミッション35クリア。そしてついに最難関第9章冥界の巨星へ突入。この章では強力なボス2体が同時に出現。凶悪な連携プレイで嵐のような攻撃を仕掛けてくる5つの超ハイレベルミッションが用意されているのだ。ノーマルモードレベルでも極めて厳しいというのに、マスター忍者レベルでのこの戦い、さすがのマリオも凄まじい猛攻の前に大苦戦を強いられる。しかしそれでも驚異的な実力を発揮し、この超難関ミッションを次々突破していくマリオ。常人ではもはや目が追いついていかないほどの攻防が展開される。まさに激闘である。そしてついに全ミッション中最強のミッション45に到達。ここで戦うニケとイシュタロスの強さと連携は理不尽の一言。ひとまずこの戦闘を見ていただきたい。もちろんプレイヤーはマリオである。37秒、一撃すら与えられず撃沈。凄まじい。一瞬でも気を抜けば即瞬殺の猛攻の中、わずかな隙をつきまずニケを狙って戦う。ここでニケを見事に撃破。続いてイシュタロスとの1対1。高速の鞭攻撃を回避し、打撃の割に反撃を狙うマリオ。まるで達人同士の立ち合い、ハイスピードの攻防が繰り広げられる。一進一退の死闘。しかし攻撃を見切り始めたマリオが徐々にペースをつかむ。ここで最大の攻撃チャンス、イシュタロス着地の瞬間を狙うが、反撃を受け最後の回復薬を使用。もはや後がなく、残る体力はほぼ5分。果たして、最後の最後、健康一滴の絶技がクリーンヒット。見事にミッション45クリア。最難関のミッションを突破したマリオは、続く第10章エターナルレジェンドのミッションも苦戦しながらではあるが、次々とクリアしていく。そしてとうとうラストミッション到達。相手は再びイシュタロス。やはり強敵だが、1対1のバトル、マリオに分がある。ついにラストミッションクリア。
みよ。50のミッションに燦然と輝く紫の区内の数々を忍者ガイデンブラックミッションモード、難易度マスター忍者、ここに完全制覇達成。マリオお見事。いやマリオさんやりましたね今回も。なんとかね。いやもう感動しましたよ。伝説と言ってもいいぐらいじゃないですかね。きつかったしね、かなりね。まあでもまたこれまた違うチャレンジ企画ですけどね。いやんないよ別に、全然やる気ないよ。読者の皆さん、マリオさんはですね、次なるチャレンジを募集しております。やんないって、読者に限らずメーカーの皆さんもマリオさんこれできるのっていうのがありましたら、どしどしこちらまで送ってください。マリオさんは何でもやります。ということで皆さん挑戦を待ってるぞ。